インテルアタモ、インテルアタモ、インテルアトム、以下アタモは、インテルが設計、製造する、主に携帯情報端末や低価格 PC、組み込みシステム向けのマイクロアーキテクチャ及び、マイクロプロセスサ業もある。アタモは、インテルの製品分類でも特に低消費電力化が、図られた、ローピアと呼ばれるカテゴリーに属している。ローピア製品としては、 マイクロアーキテクチャから新規に開発された初めての製品である。米国時間2008年3月2日に発表され、その年の夏から順次出荷されている。近年はインテル64に対応しているが、初期の製品に64ビット非対応で IA-32 のものもあった。メインストリームの製品との差別化のためか、64ビットと、 同時に VT に対応したモデルは以前はなかった。近年はサーバー向けとして、そのようなラインナップも現れた。過去には、インテルのモバイル組み込み向けプロセッサは X86 ではなく、DEC から買収したストロームと、それの発展を X スケールブランドで販売していた。X スケールは、携帯情報端末や、組み込みシステムに採用され多くのポケット PC で、 使われた当時の X86 は、競合していた ARM と比べて、回路規模やクロック周波数の高さから、消費電力が大きく、パッケージも大きかったため、小型化や低消費電力が求められるモバイル機器向けや、組み込み用にはあまり採用されていなかった。しかし、ソフトウェアの開発環境では、X86 の豊富な開発ツールや、 プログラミング技術者の層の厚さといった有利な面があり、その後の半導体プロセスやマイクロアーキテクチャの改良などの性能向上によって低消費電力化や小型化が行われれば市場に受け入れられる環境は整っていた。2007年4月、インテルは X86 ベースで低消費電力という新しいカテゴリー、ローピアとその第一弾のプロセッサ A100 を発表した。 内実としては、専用に大幅の新規開発を行ったものではなく、すでに販売されていた、Pentium m イクロアーキテクチャの第二世代にあたる、セレロン M、コードネーム、動作マイナス 512K、90ナノメートルプロセスそのものであり、周辺チップには既存の IC7 から、消費電力の多い PCI Express インターフェースを取り除くなどした IC7U が使われていたが、 X ス,スケール部門をマーベルテクノロジーグループに売却したことなどもあり、X86 によるモバイル組み込み機器の発展の端緒となった。インテルはこれに続けてアタモシリーズを展開した。アタモでは以下のマイクロアーキテクチャが使われるインテルチック、タックモデルのように機能強化を図る世代と単にシュリンクする世代を交互に繰り返すという計画が発表されていたが、 実際は、そのようには推移していなく、シルバーモントで、機能強化が行われた。2016年5月に、ゴールドモントに基づく、スマートフォン、タブレット向けのブロックストーンの廃止が発表になり、タブレット PC 向けのウィロートレールも廃止になり、ジュールは、発表から10ヶ月で、製造終了した。第一世代の頭向けマイクロアーキテクチャである、実装している命令セットは、 インテルコア2と互換であるとされ、X86 命令、X87 命令、そして MMX、S 2、2 S3、S3 などの拡張命令を搭載している。製品により、インテル64やインテル VT、ハイパースレッティングテクノロジー、ICE と NX ビットが利用可能なものもある。また、新しくディープパワーダウン、スレッド別の低電力状態、 CMOS バスモードなど電力管理機能が強化された。最初に出荷された製品は、I-O-Pad を両サイドに配置した細長い長方形の大レイアウトで製造効率が最も高いとされる正方形の大形状ではない。これは大サイズの小さなプロセッサをマルチコア化する際に有利であることから採用されたもので、その後、これを活かした。 デュアルコア製品が追加された。約4、700万個のトランジスタにより構成されており、これは当時のインテルの X86 プロセッサの中では最も少ない。大サイズ25平方ミリメートル未満であり、インテル史上最小の X86 プロセッサとして登場した。製造にはリーク電流低減に有効とされるハフニウム注入による背景。 こういう電率ゲート絶縁膜とメタルゲートによる45ナノメートルプロセスルールが採用されるなど、省電力化が徹底されており、インテルの CPU 史上最も低い電圧で動作し、消費電力はビアエデンと同等。電圧を高くすることで当面最大となる 1.8GHz 程度の動作周波数を確保し、それに応じて、熱設計電力も 0.6W-2.5、 ワット程度と抑制された。刷新された CPU コアでは電力消費低減のため第1世代のベネルはアウトオブオーダー実行構造を捨てインオーダー実行の比較的古いマイクロアーキテクチャに立ち返り再設計された。二次キャッシュの容量や FSB の速度は Pentium 4M と同程度で実質的な処理速度でも 同クロックのウィラメットノースウッドのペンティアム4や、ノースウッドマイナス -256 キロのモーブルセルラン、プレスコット V のセレロン D などと同程度であるが、同クロックの Z530、FSB533MHz 1.6、ヘルツ t d p 2 2トとペンティアム 4M、ノースウッド FSB400MHz 1.6、ヘルツ TDP 4 6 8トとで、 比較した場合、TDP は、後者の約4.7%となり、エネルギー効率は、格段に向上した。このうち、2008年9月より出荷された330は、CPU パッケージに230を2個搭載させた、デュアルコアモデルである。330はまず、デスクトップパソコン、ネットトップにおいて、発売を開始、2009年6月には、 ネットブックへの搭載機種が発売された。330搭載のネットトップについては、消費電力が少なく、相応の性能があるため、主に超小型ベアボーンや、ショップブランドパソコンとし発売されており、ファンレス製品もある。230と330に関しては、各社からミニイッチや、マイクロ ATX のマザーボードに実装された状態で発売され、いずれも、 おおむね1万円以下で入手可能である。CPU のみの交換はできないが、自作デスクトップ PC として組み立てることが可能である。2009年12月には、開発コード、パイントレール D と呼ばれていた新型プロセッサ D410、D510 が発表された。これらの最大の特徴は、元来、ノースブリッジの機能だった GPU と、 メモリコントローラーを CU に統合した点にある。これにより従来の頭プラットフォームと比較し、平均消費電力は約20%低下したとされている。また、従来 3D 性能の物足りなさが指摘されていたグラフィックは GMA950 から GMA3150 へと変わった。メモリスロットとメモリ総容量の少なさも解消された。 ことから Windows 7に正式に対応している。2009年12月に発売された製品では DVI と HDMI はサポートされていない。ノートパソコン市場向けのインテルの製品ブランドの一つ、セントリノと結びつけられたセントリノアタモ、セントリーノアトムという製品群は低消費電力が求められるデジタルモバイル機などでの採用を想定していた。インテルのウェブサイトでは ノートパソコンと PDA との中間に位置するネットブックや組み込み機器向けとしている。CPU コアはコードネームベネル、ボンネルと呼ばれている。ベネルを採用した製品は複数公表されており、それぞれ対象とする市場が異なる。シルバーソーンと統合チップセット、コードネームポルズボ、ポルスボ、システムコントローラーハブ SCH を組み合わせたプラットフォーム、 コードネーム、面路には、インテルセントリのアタモプロセッサーテクノロジー、インテルセントリのアタモプロセッサーテクノロジー、セントリーのアトムプロセッサーテクノロジーという、ブランドネームが与えられ。しかし、2008年8月にはインテルが、セントリのアタモブランドの廃止を決定。アタモに一本化された。頭文字に、D が付く製品は、簡易オートデスクトップ PC。 いわゆるネットトップ向けである。一方、N が付く製品はネットブック向けとなる。230と330は主にネットトップ向けだが、ネットブックにも搭載された。2008年3月に発表されたアタ第1世代の製品である。2009年5月に発表されたメモリコントローラーとグラフィックコアを統合したプロセッサ、パインベイとチップセット、 タイガーポイントを組み合わせたプラットフォーム。内蔵されたグラフィックコアは GMA3150、十ブルーレイや H264 のアクセラレーションには対応していないので、それらにはブロードコムのクリスタル HD などの外部チップで対応することとなる。n 七十五、n 五十五、d 二十五、d 二十五はそれぞれ n 百七十、n 百五十 D510、D410 の DDR3 対応版。2008年4月2日発表。2011年5月20日が最終受注日で生産終了。プロセスルールは45ナノメートル。2011年4月11日発表。タブレット PC 向けで面路の後継製品。開発コードネーム、リンクロフトこと頭 Z6XX と、 ホイットニーポイントことインテル SM35 エクスプレスを組み合わせたプラットフォー。多くトレール向けプロセッサ Z 六百七十も同時に発表された。プロセスルールは四十五ナノメートル。ネットブック向けのアタモ N450 に比べると消費電力は七十パーセント削減されている。回 -07C、Windows 七搭載では Z650 六を零ギガヘルツで。 搭載している。メモリは DDR2 から864ビットシングルチャンネル 6.4GB、S、最大 2GB、最大出力解像度は 1366X768。HFM イコール最高周波数モード、LFM イコール最低周波数モード。2010年5月4日発表。スマートフォンのアプリケーションプロセッサへの採用が想定されている。 コードネーム、リンクロフトこと Z6XX シリーズと、コードネーム、ラングウェルこと、プラットフォームクントローラーハブ MP20 チップセットを組み合わせたプラットフォーム。プロセスルールは45ナノメートル。キャンモアは、セットトップボックスやテレビ向けのシステムオンチップ製品である。インテルメディアプロセサ CE31002008 年後半に出荷予定。 以下の機能を持つ、アタモ C4100、開発コードネーム、ソデイビルは、家電向けシステム、オンチップ製品で45ナノメートルプロセスで製造され、2009年9月24日に、i d f ホール2 0 0 9で発表された CE、CE4100、CE4130、CE4150 の3製品が公表されている。組み込み機器向けのコードネーム、 エンベデッド面ロ、エンベデッド面炉もシルバーソーンとポルズボーで構成される。組み込み機器においては同じものが長期間にわたり調達可能であり続けることが重要となるためライフサイクルサポートを7面としている点が異なる。2010年11月22日に米インテル社はフップガを組み込んだインテルアタモイ、e、600シリーズ開発コード名トンネルクリークを発表した。 本製品は、産業機械や移動用医療機器、高性能プログラマブルロジックコントローラーといった、組み込み型コンピュータや、通信機器、資格システム、VOIP デバイスの制御イニットなどを、主な適用対象としている。末尾に T がつくのは産業向けで、それ以外は、環境温度保障が0摂氏70度であるのに、対して T がつくのはマイナス40摂氏85度。 末尾に C が付くのはアルテラフプガを統合してシングルパッケージにしたモデル。組み込み用途においてアタモプロセッサを使いながらさらにユーザーが独自に設計したデジタル回路を用いる場合にはプログラマブルの IC 回路を別チップにしてアタモと共に製品を組み上げる構成一般的であったがインテル社はアタモにアルテラ社のフプガを組み込みシングルパッケージで提供することにした。 アタモプロセッサとフップガを同一パッケージで扱えることで設計者は基盤スペースが縮小できるだけでなく設計そのものもより柔軟となり小さな修正や変更はプログラムの入れ替えによって迅速、容易に設計変更できる。このため開発コストと設計変更リスクが最小限に抑えられまた部品在庫の縮減が可能で製造工程も 簡素化できるとされる。また、本製品のサポートは、インテル社だけに集約し、少なくとも7年間のサポートを行うとしている。産業用及び、商用温度環境のサポートし、動作クロックは0.6から1、3GHz、TDP2.7W-3.6W の製品が準備されている。E665CT、E645CT、 E665C、E645C、e、という4品種が同日から60日以内の出荷でり、E625CT と E625C に製品が2011年第一市販期の出荷を予定している。価格は61から106ベドル1000個時を予定している。本シリーズの台はリンクロフト系統の改良版であるとされる。 第2世代の頭向けマイクロアーキテクチャである。ベネルを32ナノメートルプロセスルールに縮小したもの。2011年9月出荷開始。2011年9月出荷開始。コードネームはシダートレール。サポートされる OS は Windows。グラフィックは Windows 7以降。Chrome OS。Ubuntu 12.04LTS。名語内蔵グラフィック機能は ドライバレベルで3 2ットお及び Windows 7、8、8.1しかサポートされない点に注意。Windows 8以降は7用のドライバを流用する形での対応となる。前述以外の Linux Distribution や Windows Vista、Windows XP 用のドライバは提供されておらず、代用も不可能なため、これらの OS と組み合わせて使用する際には、ビデオカードの増設が必要である。 32nm プロセスルール。インテル GME3600、3650は、パワーバー SGX545 ベース。一般向けには公式にサポート外となっているが、組み込み向けには、エンベデッドメディア、グラフィックスドライバーとして、Windows XP もサポートされている。2012年9月27日発表、タブレット PC 向け。 主に Windows 8タブレットで採用、多くトレールの後継製品。コードネームは、クローバートレール。プロセスルールは、メドフィールドと同様に32ナノメートル。メドフィールドに比べて、Windows ドライバのサポートなどに調整を加えた製品。メモリは、LPDDR2 から 832bit、デュアルチャネル、6.4GB、S、最大 2GB、ダードックス9.3。 オパンベグ1.1オパングル2.1オパングル ES2.0 対応2012年1月10日発表 Z2460 スマートフォン向けでモースタウンの後継製品ソウルウェルマイクロアーキテクチャプロセスルールは32ナノメートルメモリは LPDDR2 から432ビットデュアルチャンネル 3.2GB S コードネームは メドフィールド Z2420 はメドフィールドに属するが低価格市場向けを想定しており、コードネームはレキシントンとなる 2.0GHz 時は 750mW、0.1GHz 時は 50mW。2013年2月24日発表、スマートフォンタブレット向けメドフィールドの後継製品。コードネームはクローバートレイル。ソックの コードネームはクロバーベ。クローバートレールの GPU をスマートフォン向けに変更したものだが、メドフィールドに比べて消費電力で劣るようなことはない。ソウルウェルマイクロアーキテクチャ。プロセスルールは32ナノメートルハイ。軽メタルゲート。最大出力解像度は 1920X1200。命令セットは32ビット。インテル VTX 対応。 2012年12月11日発表。クロバートレイルをベースとする低消費電力などに適したサーバー向けソックである。センタートンがサーバー向け、ブライアウトがストレージ、通信機器向け。ソウルウェルマイクロアーキテクチャ。プロセスルールは32ナノメートル。メモリは DDR3 から1333シングルチャネル 10.66GBS。10. インテル64、インテル VTX、ス3対応。第3世代のアタモ向けマイクロアーキテクチャで、アタモ向けとしては、最初の機能強化版である。22ナノメートルプロセスルール。インテル VTX や ICE NI 対応など、サーバ向けの機能が強化されている製品もある。デスクトップネットブック向けのチップは、アタモブランドではなく、 セレロニア・ペンティアムのブランドで発売される。最初に発表された製品が、サーバー向けで2013年9月4日発表。シルバーモントマイクロアーキテクチャは、アタモとしては初めて、アウトオブオーダー型の設計となった。命令でコード、リタイアは依然として、クロックあたりに命令であるが、整数に、不動小数点、深度に、ロード、ストア1の、 計5つの命令発行ポートを備え、クロックあたり最大の命令を純不動で発行可能である。これらの発行ポートは各々に独立したスケジューラを備えており、インテルのマイクロプロセッサとしては、ネットバーストマイクロアーキテクチャ以来の分散型のスケジューラを持つ構造となっている。従来のあもマイクロアーキテクチャでは、ロード演算の型を持つシスック命令に対応するため、 命令パイプラインの共通部分に L1D キャッシュへのアクセス弾を組み込み、キャッシュアクセスの零点種を隠蔽する構成をとっていたが、シルバーモントではこれを廃止、独立したロードストアパイプをバックエンドに設けている。このため、パイプライン長は従来と比較して短くなり、整数演算命令における分岐ミス時のペナルティは13サイクルから10サイクルへと短くなっている。 5つのスケジューラのうち2つの整数、スケジューラは完全なアウトオブオーダーの実装になっており、オペランドが準備できた命令から発行可能である。一方で、他の3つのスケジューラはプログラム順の発行しか許しておらず、スケジューラ内の最も古い命令が発行されない、限りかの命令の発行はできない。このため、不動小数点演算、深度命令で、順不動での発行が可能なのは、 別のスケジューラに割り当てられた命令同士の組み合わせのみである。ロード、ストア命令に関してはスケジューラが一つしか存在しないため、同種の命令同士で準不動の発行は不可能であるが、可能な限り命令発行をブロックしないために二つの工夫が導入されている。一つはキャッシュミスに対するノンブロッキングな設計でキャッシュミスが起きても最大八命令までは 後続命令をブロックすることなく命令発行が可能である。もう一つは、リーハブ Q と呼ばれるサブ命令 Q の設置で、TLB ミスやアドレス計算に必要なオペランドが到着していない等の理由で命令が発行できない場合に、このリーハブ Q にスケジューラーから命令を追い出すことができる。これらの工夫により、ロード、ストアパイプは、インオーダー型のスケジューラー一つでも命令のつまりによる、 性能低下が起こりに異設計になっている。シルバーモントは2つのコアと1メガバイトの L にキャッシュで1つのモジュールを構成しており、モジュール間はイントラ大イ,インターコネクトと呼ばれるポイントツーポイント型のインターコネクトでバレる。従来は低速な FSB がコア間通信や DRAM アクセスのボトルネックとなっていたが、シンアーキテクチャではこれを廃している。サーバー向けには 最大8コア、タブレット、ネットブック向けには、最大4コア、スマートフォン向けには、最大2コアの構成が予定されている。いずれの場合も1コアで1スレッドを実行し、従来のように、ハイパースレッティングテクノロジーには対応しない。対応する命令セットは、ス4.1、ス4.2、アイス NI などが、新たに加わっているが、2011年より、 同社のコア系のプロセッサに搭載されている、ABEX には対応しない。インテルは、全世代の32ナノメートルのソウルウェル、マイクロアーキテクチャと比較して、シングルスレッドでは IPC が50%程度改善し、同じ消費電力で、性能は2倍になると主張している。また、マルチスレッドでは、シルバーモントの4コアで2コア4スレッドの全世代と比較して、 ピーク性能が2.8倍、同じ消費電力の場合は、性能が2.5倍になると主張している。2013年11月発表、シダートレールの後継として登場。静音性、ファンレス構造や省エネ性を重視したタワー型デスクトップや A4 型ノートにも搭載されるようになり、以前よりも用途が広がった。頭の名を冠さず。 セレロンア・ペンティアムのブランドで発売される。第3世代の頭向けマイクロアーキテクチャシルバーモントを搭載した CPU22 ナノメートルプロセスルール。インテル VTX や ICE NI 対応などサーバー向けの機能も強化されている。ベートレール D はデスクトップ向けでペンティアム J、セレロン J。ベートレール M はノート向けでペンティアム N、セレロン N として販売される。 2013年9月発表。GPU は、インテル HD グラフィックス、インテルニュークなどのミニ PC でも使われている。2013年9月11日発表。タブレット PC 向け、Windows 8.1や Android 対応、Clover トレールの後継製品。シルバーモントマイクロアーキテクチャ。プロセスルールは22ナノメートル。GPU は、 パワーバーから第7世代インテル HD グラフィックスになり、ダードックス11、オパングル3.2、オパングル1.2に対応、インテル64、インテル VTX4 点に対応、H263、H264、VC1、マルティベビデオコーディング、VP8、モーション JPEG のハードウェアデコーダー、H264 の、 ハードウェアエンコーダー搭載。HDMI1.4、ディスプラポート1.2、エドップ1.3、ビディ出力対応。2014年3月発表。B2、B3 ステップから C0 ステップに改良され、GPU 周波数が向上している。2014年2月24日発表。スマートフォン、タブレット向け、クローバートレールの後継製品。 シルバーモントマイクロアーキテクチャ。プロセスルールは22ナノメートル。Z34XX がメリーフィールド。メリーフィールド Z X X。Z35XX がモーフィールド。ムーアフィールド。2015年3月2日発表。プロセスルールは28ナノメートルであり、インテル社外の半導体製造事業者が製造。X64 対応。このシリーズからモデル名が、 あタも X3, X5, X7 の3種類に細分化され、そのうちあタも X3 がこれに属する。2013年9月4日発表。アバトンが一般サーバー向け、レインジェリーがネットワーク機器組み込み向け。レインジェリーの方が製品の提供期間が長い組み込み機器向けオプションリ。シルバーモントマイクロアーキテクチャ。メモリは DDR3 から1600デュアルチャンネル。搭載メモリの最大容量は 16GB から 64GB。プロセスルールは22ナノメートル。インテル64、Intel VT、X、S4.2、ICE n i 対応。レインジェリーは、C2338、C2358 以外は、バーストブーストテクノロジー非対応。第4世代の頭向けマイクロアーキテクチャで、 2015年3月2日発表プロセスルールは14ナノメートル GPU は第8世代インテル HD グラフィックス2015年4月7日発表デスクトップノート PC 向けベートレールの後継製品コードネームブラゼル J がついているのがデスクトップ PC 用 N がついているのがノート PC 用当初はデスクトップノート共通として N シリーズのみが発売されたが、後にデスクトップ専用の J シリーズが追加された。2015年3月2日発表。タブレット PC 向け。ベートレールの後継製品。コードネームチェリートレール。このシリーズでは、モデル名が、アタモ X3、X5、X7 の3種類に細分化され、そのうちアタモ X5 と X7 がこれに属する。 第5世代の頭向けマイクロアーキテクチャで2016年9月1日発表プロセスルールは14ナノメートル GPU は第9世代インテル HD グラフィックス J がついているのがデスクトップ用 N がついているのがノート PC 用2016年8月に発表し2017年6月16日に製造終了 GPU なし 第6世代の頭向けマイクロアーキテクチャで2017年12月11日発表。プロセスルールは14ナノメートル。GPU は第9.5世代インテル HD グラフィックス。J がついているのがデスクトップ用。N がついているのがノート PC 用。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。